始まるよ。どんよさこんにちはたるま工場のアンドゥです。今回はエスパーボーイ、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。ではステージ14、片付けミッションいきましょうか。今見たサムネ、エスパーの力でね、掃除機操ってたから、まさに無敵でしょ。あ、お母さんが分かった、許してくれと。なるほど、ここから僕の掃除生活が始まるわけね。でも簡単ですよ、こんなのね。もうすぐ掃除機をかければいいだけ。はい、エスパーパワーで。なるほどね。じゃあまず掃除機をかける前ってことか。あ、ゴミ袋あるじゃん。あ、これで分かったぞ。ある程度捨てるんじゃないの？え、そういうことじゃなくて、なんか他に、お、分かった。お母さんの反射神経が異常だって。ちょっと待ってくれよ。いや絶対このゴミ袋をさ、何かに使うと思うんだ。あ、なるほどね。こうやって掃除できるのか。で、はいはいはい、可燃ゴミで片付けると。はい、素晴らしい。で、あとはもうこれでやるだけだ。はい、理解しました。これがエスパーの力よ。見て、髪の毛動いてる。エスパーを使うことによって髪の毛の揺れを代償に。お母さんチェックは。あ、よかった、認められた。あっぶねえ。じゃあ次こちら、おかしな工場行きましょう。待って、今人質に取られてなかった？気のせい。あ、お菓子なんてそういうこと？あ、ポテトがプレスされて？あ、ポテトチップスになってる。待って、非常にまずくない？あ、やばい。なんだ、あ、レバーを？これどうなるの？あ！でも分かった、じゃあ逆走させればいいんじゃない？あ、違う、足りない。え、でこれ魚の骨は、これ魚の骨、え、まあまあまあ命が助かったと思えば匂いぐらいならセーフじゃない。大丈夫、とにかく逆再生する何かがいる。あ、この黄色なんか関係ある気がするんだ。この黄色でいけるか。あ、来た、分かった。この飴玉をレバーにするんだ。で、このレバーを引くことによって危な、マジで紙一重だったじゃん。危うくポテチにされるとこだったわ。お、じゃあ次サメでパニックいきましょうか。いやこれ怖すぎるだろ、パニックどころじゃないだろ。もうまともにね泳ぐことさえできないよ。さあ、あ、来た。絶望の到来。いやでも、あ、そうだ、お前にはその最強技テレポートがあったら。確かにテレポートしちまえばサメなんて関係。ただサメじゃないんじゃない？意外とちゃんとサメだったわ。ちゃんと襲われた。多分ワープ先はねこの島だと思うんだよ。だからこの木の棒と、あ、なんだ、糸をゲットしたぞ。この糸で魚が釣れそうじゃない？なんかある。あ、釣り竿、これで、はいはいはい、なんだこれ、ビーチボール、こいつになんかえ、これでなんとかできる。これでイルカだったんだ。デモじゃない、デモ逃げた方がいいだろ。サメじゃなかったけど、でも仲良くなってるし動物の森かよ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。